あるいはメディ、テレビ等でですね、議論、この鳩山代表が話をした 25% をきっかけに、まあ、出ている負担の問題というようなことも含めてですね、非常に明快に、まあ、現実を語っていただき、まあ、今後についても語っていただけたと思います。で、これから質問をお受けしますが、その、一問だけ私の方から先にお伺いしたいと思うんですが、まあ、今もかなり経済産業省のお話が多く出たと思うんですけれども、私もまあ取材している時にはやはり経済産業省と環境省のまあ縦割り、あるいはまあ経済産業省がかなりその中でヘゲモニーを握っているということは感じていたんですけれども、その、まあ、その意味でこの失われ、まあ、温暖化に関してですね、ここ10年20年がまあ失われた、日本においてですね、失われた10年20年だとすれば、まあ経済産業省というのは一つの、まあ、その元になっているとは思うんですけれども、例えば今あのテレビで放映されている官僚たちの夏で、まあ東京オリンピックの頃の、まあ、通産省の話が出ています。まあ、これはデフォルメされているかもしれませんけれども、その中には、例えば古い産業、まあ、古いというかある産業として繊維とか炭鉱が出てきて、一方で新しい産業としてコンピューター航空機というのが出てきてですね、その中でまあ経済産業省の中でも、国際派と国内保護派というのが分かれて、まあ、戦っていろいろ動いていくっていうのがあったと思うんですけれども、そのそういう意味でのその、まあ、先ほどもありました改革すべき官庁、改革を目指す役所としてのポテンシャルというのはずっとあったというふうに思うんですが、ここ10年のこの今の動きを見てますと、つまり鉄鋼、まあ、鉄鋼とかその既存の産業、電力と、まあ、これから出てくる太陽とかですね、その自然エネルギーのそういう新しいビジネスということが、そのなぜそういう例えば昭和30年代に起きたようなことがですね、まあ、今起きたというか、そういう議論があったものが実は今の経済産業省ではあるのか、あるいはだからそういう意味では経済産業省自体がこう例えば 25% といったときに動いていける力を持っているのかどうかということについて の、 ちょっと、はい、まあ、昔の経産省が本当に成功したのかどうか私は直接知りませんし、ね、マイケル・ポーターなんかはそれは神話だとか言ったりしてますんで、あ、まあ、そこは分かりません。で、うん、まあ、ここ十数年見ていてですね、基本的に経済産業省の中身って東大法学部を出たキャリアの方々、まあ、の一群、まあ、いわゆる、キャリアと呼ばれる人たちは、まあ基本的な、なんていうかこう考え方が市場原理主義なんです、うん、で、まあ、でもその人たちが基本的に改革派の中心で、それから、まあ、私の先輩後輩なんかも言ってますが、東大京大の原子学とか電子工学科、電気工学科とかそういういわゆる技官的な方々ですね、でこの方々は、まあエネルギー産業と切り結んだり、まあ、するタイプの方々で、うん、そのパワーバランスで、ちょうど1対1ぐらいのパワーバランスで、これまで動いてきたという中で、その、まず90年代の後半はいわゆる、まあ、世界的にもいわゆる規制緩和の流れ で電力市場自由化というのがあって、まあ、日本では1997年の1月に、当時 の佐藤真嗣通産大臣が年頭の字でですね、OECD のレポートを引用しながら、まあ、日本でも発送電分離を検討する必要があるんじゃないかと、まあ、要は言わされているわけなんですけど、うん、いわゆる改革派官僚にですね。で、まあ、そこから、まあ、第一次、なんていうか、まあ、霞がというか関ヶ原の戦いというかですね、始まって、そこからずっと、まあ、電力対通産の、まあ、バトルが実はそこから始まって、で一時期はかなり改革派が優勢に推し進めて、でも最後にあっけなく終わったのはエンロンですね。日本にもeパワー、はい、はい、エンロンがですね、まず
あ、遠路の前に、2000年の終わりから2001年にかけてカリフォルニアの大停電というのがありました。で、あれをめぐって自由化をしたからあんなことが起きたんだという議論と、自由化が足りないから起きたんだという、まあ、まずそういう議論が起きて、しかも あの停電騒ぎも裏では遠路なんか悪巧みをしていたわけで、でその後日本にも入っていた e パワーという会社がですね、9月だったか2001年の9月に、まあというか、まあ、遠路そのものが一気に崩壊しちゃってですね、で、いわゆる自由化派は、まあ、当時いろんな形で遠路とも切り結んでいたわけですが、一気に勢力を失って、いわゆる、まあ、日本型自由化という、まあ、事実上自由化しないけど見かけ自由化という形に一旦収まって、まあ、そこで電力自由化は、まあ、封印されたわけですよね。で、第二次関ヶ原の戦いというか、まあ、大阪冬の陣夏の陣といった方がいいと思います。これが2004年 で当時6カ所再処理工場が大方完成に向かって、これを本格的に動かすのか、それとも一旦凍結をして核燃料サイクルに関してはやはり見直そうかと。これは従来の原子力はいわゆる反原発対原発推進という、まあ、どちらかというと日本では、まあ、完全に圧倒的な、まあ推進勢力対、まあ、草の根的な反対という構図とは違って、経産省の中もこのキャリア側は6カ所を止めようとした。で電力の中もちょっとタイミングがずれてるんですが、当時勝俣さんが社長になられたばかりで6カ所再処理工場を、できれば電力としてはこんなリスクのある事業をやめたいという、のがあって、電力の内側も二分し、まあ、電力がそんなにバトルにはなってないんですけど、経産省の内側も二分した、まあ、かなり暑い夏がありましてですね、まあ、そこも最終的にはいろいろ経緯があったんですが、いわば推進派というかアンシャンレジームが、まあ、上がって、で、まあ、当時原子力政策課にいた会員というのは全員課長以外は全員6カ所停止派だった人たちがですね、一気に飛ばされたっていうですね、恐ろしい報復人事まであったわけですが、そこから先がもう一気に経産省の中でいわゆる自由化派といわゆるそういう、まあ、改革派というのがまずこう、勢力として失って、まあ、極めつけはやはり甘利さんが大臣になって、いわばこう、まあ、当時農水省は松岡さんといういわば族議員が大臣になるっていう、そういう時期を迎えて、まあ、ここ数年はかなりまあ、いわゆる改革派マインドを持った経産省の役人の方々もですね、非常に冷や飯を食わされてきたというふうに、まあ、伺っております。ただ問題はですね、改革派の人も市場原理主義であって、この人たちは京都に対してやはり非常にネガティブなんです。で、京都規定書ですね、で議官の人たちもネガティブなんです。これはもう経産省通底していてですね、でそこが問題だと思うんですね。でヨーロッパ、例えばドイツなんかは一番うまくやってるんですけど、デイツだけじゃなくスウェーデンだってデンマークだってみんなうまくやってるのは、エコロジカル、いわゆる電力の自由化っていう市場原理的な改革とエコロジカル税制改革を一緒にやってるんですよ。で日本は、日本の電力自由化っていうのは電気料金を安くするっていう極めて単純な市場原理主義ですらないですね、価格が安くなればいいんだという、まあ、そういう目的で最後は動いてしまったというですね、そこの何ていうか、基本的な、まあ、素養というかですね、社会のベースの差が大きな違いとなって、それで結局は自由化にも失敗し、原子力の合理化にも失敗し、で今日ここまで来ているっていう、まあ、そういうことではないかと思いますね。でそこを合わせてきちんと総合的な議論として、モデレートに、しかし王道としての改革をきちんとやってきていればですね、もうちょっと今は違った形になったんだろうと思います。すみません、もう一問、これは皆さんご質問したいと思うので、ちょっと代表して聞かせていただきますが、民主党の政策の中にやはり今日表に、の出ています交通部門の高速道路無料無料化とですね、はい、ガソリンの暫定税率の廃止というですね、はい、のがあります。でこれについて先ほどはすごく、まあ、オブラートに包まれたようなお話だったのであれですけど、これは、まあ、素朴に考えればやはりこれというのはその
25% の削減に向けてはですね、やはり、まあ、阻害要因というか、むしろ、ね、まあ、2.7 兆円のその波及効果があるにしても、やはり CO2 を増やしていく方向にあると思うんですけども、これについてはどういうふうにお考えでしょうか。ですね、ちょっとここまで争点化するとですね、なかなか大変だなと思うんですけど、ちょっと政策としては、フィードインタリフは割と単純で成功する政策なんですけど、高速道路無料化はちょっと今度はアプローチとして単純すぎるのではないかというふうに私は思います。まずその問題なのは道路を作り続ける側の問題であってですね、まずそちら側 の大きなメカニズムとしてお金を立つというのはまあ分かるんですけど、それが入り口のところで立つんではなくて、もうちょっと出口の方で制御した方がまずいいだろうというふうに私は思います。で、入り口の方はですね、いや今の形をそのまま続ける必要は決してないと思いますが、暫定税率も合わせて、やはりまず、大きく2つの問題を私は見る必要があると思います。で、一つはまずまさに温暖化の問題ですね。そのもう今の休日1000円でもかなりいろんな問題を、引き起こしているので、温暖化に対する影響をきちんと 見る必要があって、で、つい先週も私確かにフランスで走ってきましたけど、全然高速道路ただじゃないわけですね。ちゃんとフランスでも払いながら走るわけですよ。だからその高速道路が無料だっていうのはただの神話であって、むしろそのロンドンがやっている温暖化混雑税であるとか、混雑料金とかもストックホルムが始まってますが、まさにその、温暖化抑制のためにどういう料金制度にしたらいいかというふうに再設計をしていった方がむしろいいと。もう一つはやはりその、自動車の負の影響、特に地方都市に与えるマイナスの影響をきちんと見る必要があって、完全に今地方都市の空洞化はやはり明らかな過剰な車社会にがもたらしたものなの で、それは例えば佐賀なんか一番典型的に出ているのが、佐賀と博多を結ぶ高速バスがですね、極めて安いんですね。だから佐賀の人たちみんな博多に出るので、佐賀の街中は完全に空洞化して、三浦天さんがマクドナルド、ファーストフード化する社会の中で描き出していますが、でそれがまたいろんな社会のマイナスを生み出していると。だからそういう地域社会への影響と温暖化の影響を両方バランスして見ていく。で、地域社会の影響をプラスに持っていくには、その逆に料金は違った形で、別にそのガソリン税から来てもいいんですが、公共交通にもっと持っていった方がいいと思うんですね。で、私は北欧スウェーデンとかにも住んでいましたけど、やっぱりすごい片田舎に行っても公共交通はものすごく充実していて、でそれ当然赤字なわけですけど、それはそういうですね、もっと別の環境税とかそういったところから補っていかれるわけですね。でそういうことをきちんと考えていくような、もうちょっと総合的なアプローチを車に関してはもっときちんと考えた方がいいと。フィードインタリフは割とシンプルですけど、高速道路無料化はあんまり単純に考えない方がいいだろうと。でちなみに、あと先ほど 2.7 兆円の経済効果っていうのは、あれはかなり、さっきの数字の嘘があって、数字になると皆さんそれで流れちゃうんですけど、時間を経済効果に換算しているだけなので、これは中期目標の数字よりもっとあれは嘘があってですね、よく渋滞が緩和したらこれはいくら儲かっていたであろうというような、そういうバーチャルな、もっとバーチャルなお金なので、あれはもっと鵜呑みにしない方がいいですね。あれ国交省の試算まるっきり嘘ですよ、あれは。はい、わかりました。じゃあフロアの方でご質問があれば、はい、どうぞ。じゃあ、マイクの方に。私は毎日新聞 OB でね、元来が政治記者なんですよね。年はね、86歳ですよ。今日はね、なんかね、天のね、恵みを、ね、に再会したような感じがするね。ここはね、エネルギー関係の有能な専門家の、が揃っておられるね。そして今まさにね、日本はね、
鳩山由紀夫とね、菅直とね、これはね、2大ビッグフィギュアですよ、エネルギー問題でね。エネルギー問題、今ね、この2人が、ね、手を合わせてね、今お話があったようなね、エネルギー、日本のエネルギーのね、抜本的改革をね、のろしを上げると。そうすればね、多分ね、日本においてね、世論がね、それを支持しますからね、絶好のチャンスだから、これをね、有効にね、皆さんに生かしてくださることを私はお願いいたします。以上です。ありがとうございました。じゃあ、他の方でご質問。はい、じゃあ、後ろの方、はい。大変結構なお話ありがとうございます。実は先週の火曜日に偶然だったんですけど、今通産省のある高官の話を聞いたら、ちょうどまだ鳩山さんのその最近の演説の前なんですが、政権が変わるとですね、大変だと、要するに前の政権の政策でもう精いっぱいでですね、で我々聴衆が素人なもんで、説明としてはその今までの自民党の政策だと、なんかあれですか、1年に1所帯あたり7万円のやつが今度35万円になっちゃうというようなことで話して、でそしたら今度鳩山さんが話をしましたね。ただ私新聞でしか見てないんですが、 25% の案はですね、例えば他の主要国、つまりおそらく米国とか中国が何て言いますか、その前向きな政策を取ればというような前提があるような記事もあるとですね、だからその、どの程度腰が座った発言なのかということについて、ちょっとその何て言いますか、こう今国際的にああいうものを言ってですね、日本にも意見があるんだということを示してるんだけども、必ずしもどうせアメリカと中国がなかなか乗ってこないだろうから、そのというような気持ちがあって言ってるのかどうか、その点はどういうふうにお感じになってますか。ちょっと一お名前を。尾形です。尾形、はい。まあ今回の鳩山さんのは、確かにその、主要国が参加することを前提にという前提条件をついていましたので、もちろんそこは入っていると思いますが、ただ経産省の役人が書いた文章じゃないので、基本的にはもっと前向きの気持ちで